食べた遊びは真夜中 in my downtime。 忘れてはない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 。しらすさんです。やいときで本日のスペシャルゲストは大森元貴さんだ。よろしくお願いします。いらっしゃい。改めてご紹介させてください。今はですね、ソロのシンガーとして活動されてますが、はい、ミセスグリーンアップルのボーカルさんでもございます。もちろん知っていると思いますが、はい、お願いします。いや緊張してる、すごい。だってその活動、ミセス活動休止以来、こうやってトークのこういう映像に残るみたいなのっていうのはなかなかないです。なかなかないです。 YouTube 自体がまずそんなない。初ほぼ初とかじゃないかな。よっとない、ね。うん、先日ミッドナイトリリースされまして、はいはい、今日はですね、私ちょっとミッドナイト頑張って研究してきたんで、すごい、あのリアクション動画出させていただいたんですけど、はい、あれはちょっと叫んでるだけで終わってしまった。見ました。どうした大森っていうのを見ました。なんで私の性癖に刺しに来たんだろうと思って。今回あのボイストレーナーとしての本文も忘れないようにしつつ、あのちょっと一ファンとしても楽しみつつ、はい、やらせていただければと思います。お願いします。研究してきました、ミッドナイト。頑張って、はいはい、頑張って研究してきたんですけど、はい、ちょっと最初、前半ちょっと2行ぐらい、はい、歌わせていただきます、ね。だから。いいですか。はい。Midnight, the best stars of ever, there's not alike, それは my own time。 え、すごい。普通にすごくない？これすごい。え、すごい。緊張する。いや、あの、僕ね、この、はい、白田さんの動画、実は、めっちゃ見るんですよ。ライブ前とか、うん、本当に、うん、あれ僕のことってどうやって歌うんだっけ時にこう見てね、あの僕が本人のはずなのに白澤さんの動画を見て僕のことをこう学ぶっていうぐらい、すごい特徴を本当に嬉しい覚えてらっしゃってて、今もうでも感動しました。ミッドナイト、そのままだと思いますよ。これ白澤はですね、こうやって歌詞にチェックを入れてこうやって歌うと本人っぽく歌えますよっていうのを、まあ、売りにしてやらせていただいてるんですよ、うん、視聴者の皆様、はい、で、このね、まあ、いろいろ矢印があるんですけど、赤の箇所、これエッジボイスと呼んでます。ああ、ですね。綺麗な粒ですね。本家のザベスト聞いてもいいですか？ここに入れてるんですよ。Midnight, the best stars of ever, there's no one like, それは my own time とかですね。the best, the best とか、there's とかとか。ああ、とかですね。なんかエッジボイスやるときってどういう気持ちなんですか？すっごい全部無意識です。あ、じゃあ別にここにこう入れようとかじゃなくて、うん、だからこう回しちゃうのとかも、こうフォールしちゃうのとかも、うん、こうひっくり返っちゃうとかも全部僕無意識ですね。あんまり意識してここにっていうことはないですね。で、ちょっとこれはテクニックとまたずれるんですけど、はい、僕なんか聞いててすごいなと思ったのが、はい、Me not the best start the best たそび場って言ったことじゃないですか。はー、リンキング、はい。なんか、な、あらいく、なら、な、うんうん、なら、あらいくは、英語ではね、そう、つながるのはあるんですけど、はい、これ新しくないですか？あ、そうなんですかね。確かに。新しい。まあ、ザ・ベスト遊び場っていう歌詞がもうそもそも、ちょっとすごすぎちゃって、僕も。いや、これ、実は、It's My 遊び場と、ザ・ベスト遊び場の2つで迷ったんですけど、はい、でもそんな、どっちもぶっ飛んでるじゃないですか。そうですね。だから、ちょっと個人的にもあんまり書かない歌詞ではあるんですけど、はい、まあ、だからこそ、多分、ちょっとこうフックになる部分っていうのは無意識ながらも考えたんじゃないかな、うんうん、確かにザ・ベスト遊び場になってますね。そうなんですよ。ベスト遊び場じゃないですね。そう、確かに。その英語系の発音で言うと、その3行目の、はい、It's car, doctor, star、 この孤独と二人なはずが、こうだった。ああ、そうですね。これはなんか元の英単語があったのかなって思う。あ、いや、本当に、なんだろうな、まあ、9割英語なんですけど、はい、1割日本語が入ってる中で、まあ、どうしたらちょっとこう違和感なく面白く聞けるかなっていうのは多分あったとは思うんですけど、こうドクト2人だとちょっと、いや、そうですよね、ちょっとね、ダサいですよね。一筋縄に聞かせたくないみたいな、ちょっと天の弱なところがあるでしょうね。きっとね、これなんて言ってんのみたいな、なんかそういうのでちょっと歌詞見てみたいなとか、なるほど、はあるのかもしれないです。だってもうあの YouTube の日本語訳ボタン押したくなりましたよ。すぐ押して、これ何言ってんだろう、あるかなと思って、あ、よかった、あるんですよ。そう、もう絶対そうなるだろうなと思って、先にそう。大森元貴のここがすごい裏声編。あ、なんか急
急に変わっちゃった。なんか急に切り替えた。B メロに当たるんですかね。はいはいはい。このミッドナイトの B メロでめちゃめちゃ裏声、はい、出てきますね。はい。いや、大森元貴さんといえば、はい、やっぱ裏声のこうやっぱり魔術師というか。でこれ歌詞でみんな見てほしいんですけど、青い歌詞が裏声で、多分なんですけど普通の文字の歌詞が、まあ、いわゆる地声というような分類なんですけど、Stand by the enemy's feelings that high Staying true to my heart's what I wanna try high できてますよ。できます。いや難しいですよこれ。うん、これ難しいですよね。僕も難しいです。 Stand by the enemy's feelings that high Staying true to my heart's what I wanna try high ですね。そう、なんかこれでやばの私的に大盛りやばいポイントがあるんですけど、はいはいはい、たーはーいってミなんですよ、はい、で男性にとってミの裏声ってめっちゃ低くて、私もカスカスになっちゃう、はーってなっちゃうんですけど、へー、あそこは本来だったら地声で行く方が楽なポイント。大盛りさんだと1オクターブぐらい地声で行けるじゃん。いや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 、あ、本来そうなんですね。なんかすごい難しくて、Saying by the enemy's feelings are high あでいけちゃうんですけど、でも私これでいくとちょっとなんかお下品というか、はい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 、インサイドを地声でいただいてもいいですか。 Stand by the endless feelings are high Staying to the minds one one try high 裏声なんですよねきっと。 Try high 絶対こっちだ。うん、そう、こっちがしっくりきますね、まあ、ちょっとこの裏声の話でちょっと広げていきたいんですけど、はい、これ低い裏声聞きました、はい、で、あの私フレンチの、あ、はい、フレンチピーってやつですよね。ピーってやつあるじゃないですか。はい、いや歌わされると思ってます。ちょっとなんか今喉みたいな、ちょっと鳴らしとかなきゃいけないのかなみたいな。歌わされるんですけど。そうですね。視聴者がこういっぱいこう来たコメントで、裏声高いやつどうやって出すんだっていうのもあって、皆さんこのラっていう音なんですけど、はい、さっきじゃあ、うんうん、はーいから1オクターブ半上の音なんですね。ういなんですけど、これちょっと本家のこの いいですか、キーもらって。はい、いけるかな。忘れてはない、忘れてはない、忘れてはない、忘れてはない。やば。え、余裕なんですか。余裕じゃないです、余裕じゃないです。どういう気持ちなんですか。針に、細い針にこう糸を通すような感じをこう喉ですごく想像しながら。あ、もうここでってことですか。うん、だからこう感覚なのか分かんないですけど、パーンって出すというよりかはすごく繊細な作業なんだと思うんですよ。え、はぁーじゃなくて、だからなぁーっていうかは、なぁーの結構前のなんかなんか、はぁーじゃなくて、あ、そっちです。はぁーはぁーおぉおぉそっちの方が近いです。そっちの方が近いですね。私でも、この、あの、前回ライブお邪魔した時に、はい、これちょっと、こういう言い方していいのか分かんないけど、はい、裏声で割れてるの聞いたんですよ、あ、マイクが、はい、そんな人いるんだって地声で叫んで割れるならまだ分かるんですけど、なんか骨が鳴りますよ、自分で歌ってても。だからビキビキビキっていう瞬間ありますし、心配になるだから高い音とバーンと出してる時にビキビキビキっていう、そのモロ刃の剣感やっぱありますよ、自分で。地声の時よりもって感じですかね。うん、ビキビキビキってなったら、あ、今自分出せてんだなっていう、なんかその心になるっていうか。あ、なるほど。じゃあもう体が鳴るぐらいやってますね、ライブは特に。おかしいな。おしらがサビをうまく歌いたいのコーナー。こうしりしりを出して、はい、私がうまく歌いたい。おお、なるほど。サビを、はい、で一応同じように研究はしてきてるんですけど、ミーミー最初、うんうん、ミーで始まってます。ミーナーでナーイで行くんですけど、このナイトが、はい、私ちょっと難しいなと思って、はいはいはい、なんかちょっと深いというか、あ、強いというか。確かに。え、どんな感じかって言って、え、ミーミーナイトMidnight, the best time of my 夜中 in my downtime In the dead of night, 空は mountain cry It's taking it in, I'm learning myself
ない、あ、奥の方で鳴らしてますね。こっちですよね。うん。みんな、ない、ない、ない。なーいじゃなくて、な、な、なーい。そうかも。み、み、み、みーない。みーない。あ、そうそうそう、力強くなるっていうか。ありがとうございます。真夜中、真夜中。真夜、真夜。できますよ。真夜、真夜中。うん。ダウン、ダウンタイム。うんうん。In the dead of night, それは mountain climb。 そこがもっと前かもしれないですね。もっと前、もっと。 In the dead of night, それは mountain climb。 それできます？普通の人に。ちょっとなんかこう、なんていうんですかね、オペラ歌手のような後ろの感じじゃなくて、はい、割ともう、なんだろうな、モダンな前の方でというか。 In the dead of night, それは mountain じゃなくて、 In the はい、ここの音程感が取れないです、はい、なんか、はいはい、完全な半音下じゃないじゃないですか、全然。あ、まあ、絶対でも当たってると思いますよ、全然半音、そんなブルージーな音ではない。そうですよね、はい、Take it in じゃないじゃないですか。そうですね、 It's take、うん、最後の鼻腔に当たるぐらいで多分音取ってたと思います、ね、It's take it in and love myself。 待ってください、鼻腔に当たるぐらいで音取ってるっていうのはどういう、やっぱ捨ててるから、はいはいはい、割と当た全然こう下の方にポジションがいってるじゃないですか。ラーってここで当たるんですよ。いや、分かった、私は分かったけど、分かった、みんな。ラーラーラー、こっちですけど、ブーって言うじゃないですか。ラーそう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 、え、戻ってきます、ちなみにこっちに戻ってはこないですか。あ、戻ってきますよ。 It's taking it in and love and love myself。 うん、割と戻ってくる。It's taking it, it's taking it, I'm learning myself。 明るくなればですね、当たると移動させんだ、ちゃんと。そうですね、それは当たんないわけだ。じゃあ先生の教えを胸に本番いってみます。はい。いいですか、はい、アフター歌唱。大丈夫かな。みんな、待って、もっと鼻、もっと鼻、もっと鼻。覚えてるよ。Midnight, the stars of me, my yonaka, and my downtime, in the dead of night, so there are mountain climb, it's taking it in, I'm learning myself. サビの後半いってみたいと思います。ここはですね、あの大森先生が4回ミッドナイトっておっしゃったんですけれども、はいはい、なんと4回とも歌い方が違います。ああ、そうなんですね。ちょっと1個ずつこう皆さんに伝わるように解説したいなと思うんですけど、はい、まあ頭は「みーなー」が一番スタンダードに「おー、はい、みーなー」でビブラートかけて終わり、はい、で2個目から「みーなーはなはなはいて」なはいて、なはいて、みーてか3個目はまあ裏声にそもそもなる「みーなーはー」。研究、すごい研究生、すごい、自分聞いてるみたいなと思う。すごい、まさにみーなーで、今回また H が入る歌詞がさ、4回目が変わって、はいはい、み、ドナイトの間にねーへん、変わってるんですよ。ちょっと待って、意識しないのだったら僕になるんですよ。みーなーみーなーみーなー、まさにみこれ、まんまだと。おぉ、じゃあさすがですね。これ通りに歌えば、だって僕なんだもん。いや、まあ、ちょっと、本当に。まあ、他にもいろいろあるんですけど、いろいろあるんですけど。すごい。こっからは、皆さんからの質問コーナー。やったー。公開して半日ぐらいで2000件。
ぐらいコメントが来て、うちのコメント200件ぐらいなんですよ。それ1日で200件ぐらいなんですけど、10倍ぐらい来ちゃって。ありがとうございます、本当に。こんなですよ。すごい。こんな来ちゃって。まずですね、ちょっとミッドナイト関連の質問から、はい、せっかくなので、はい、今回、ミッドナイトのミュージックビデオのダンス、難しかったですか？いや、難しかったですよ。難しいですよ。難しいですよ、だって。難しいでしょ。そもそも、そんな踊れる人じゃないですから。え、そうなんですか？いや、そうです、そうです。だから、結構、苦戦しましたよ。フレンチでも、まあ、ダンスを参加してました。コンテンポラリーを、はい、参加しました。あれも大変でしたよね。大変でした。大変でしたよね。でも、コンテンポラリーはどちらかというと、もっと表現なので、うん、フリーになってる箇所もあれば、フリーでやった部分も MV で使われてたりとかするので、なんか、あれは結構こう、自分の表現としてこういう集中の仕方でいけたんですけど、はい、今回はやっぱ角度から、はい、まあ、単純にできてるかできてないかっていうところでの、はい、形が一応ありますもんね。そうです、ヒップホップとかやっぱりこう R&B みたいなダンスなので、そこが結構苦戦しましたね。え、ダンスお好きなんですか？うん、大好きですよ。俺もダンス頑張ろう。うちの推しが全員ダンスしてることがもう発覚したんで。ちなみにこの流れで、はい、フレンチの時ダンス寒かったですかっていう。めちゃくちゃ寒かったですよ。あれめちゃめちゃ寒かったんですよ。ちょっと輝く息出てますもんね。あれ雪降ってきちゃって、もうだってあれ素足なんですけど、はい、で、そうですよね。こうビルというかコンクリートなんで、うん、足がこうなんていうんですかね、ちょっと霜焼けになっちゃうというか、そういうとこまで行きました。過酷です。過酷でした。あれ過酷ですね。うん、すごく過酷。言いたかったこれずっと。歌の技術についていっぱい聞きたいっていうのがあって、その中で大森さんのファン、もしくはミセスのファンって、うん、もちろん音楽が好きとか、まあ、いろんな方がいると思うんですけど、大森さんみたいに歌いたいっていうファンも結構いると思うんですよ。嬉しい。まあ、カラオケで楽しみたい、温度感もいろいろあると思うんですけど、はいはい、うん、嬉しいですね。その中で、まあ、裏声についてはさっき結構いろいろ教えていただいたんですけど、はい、なんかこう、どうやったらこうやって思い気が広がっていくのか。いっぱいいるんですよ。大森さんの歌歌えないよって言って泣いてる高校生男子いっぱいいるんです。いや、そうですよね。でもそうだと思います。どうしたらいいんだろうか。ボイトレみたいなこと受けたことってあるんですか？ないです、ね。独学で広がっていったってあったんですよね。その広がっていくときっていうのは、はい、なんかこういう感じですか？ちょっとずつ広がっていくのか、ある日なんか、ある日です、ある日。やべ、来たみたいな。ある日。で、アンサンブルってアルバムをミセスで出したんですけど、はい、そのツアーがあって、そこら辺の前後で歌に対する考え方がちょっと自分の中で変わったというか、うん、やっぱこうギターを持って歌ってっていう中で、自分そんなに歌うまい方じゃないと思ってるので、なんかその中で全然歌うの面白くないなとか思ってた時期があるんですよ、はい、なんかね、ある日なんかそのアンサンブルリリース時期ぐらいでなんか急に面白くなったんですよね、歌うのが。そしたらなんかもうだから そこら辺からの今皆さんが感じてくださっているような楽曲がこうポンポンできていったりとか、うん、こうそういう歌い上げ方になったりとかしていきました。何がきっかけだったんだろう。でもなんか、でも上手い人のやっぱり映像とかをたくさん見たかもしれないですね。上手い人とか楽しそうに音楽してる人たちの映像、海外でもいいんですけど、はい、いっぱい見て、あ、なんかこういう風に音を扱ってみたいなみたいな、そういう欲からだと思いますね。でもなんかその視聴者からのコメントでいっぱい届いてたのが、アンサンブルのツアーからの大森元貴はやっぱ一味違うというか、はい、そういう風に感じてらっしゃる。いや、そう、いっぱい来てたんですよ。面白い。そう、伝わるんだ。前後で全然やっぱ別人って思うぐらい、もともと多分元々素敵だったんですけどって枕言葉あるんですけど、うん、なんか別人だなって思う。だからそこで何したか聞きたいみたいな。ああ。すげえニュアンスで答えちゃった。大丈夫かな。でもさっき伺った時にこの裏声はここ細くとかちゃんとイメージきっと、あ、イメージがありますね。ありますよね。はい、イメージがあります。え、じゃあそれで言うと地声の高い音の時とかってどういうイメージなんですか？でもなんかそれ本当に月並みな表現っていうか、皆さん一番の表現だと思うんですけど、やっぱこう頭の上から抜けていくようなイメージではあります。それ正しいですね。正しいですね。ちょっとご指導いただいてもいいですか？地獄じゃで、はい、言ってた。大森さん的にイメージもっとこっちの方がいいとか。あ、ちょっと待ってください。ちょっと待って。本当にアリーナぶりに歌うの僕もいいと思います。急にミセスの曲ぶっこんで。地獄じゃあるまいっしゃ。
あ、でもなんか、でもこれはまだ僕、イメージとしてはまだ前に。あ、前なんだ。まだ上じゃないかも。え、もしかして高くないってことですか、ここまだ。あ、あんま、ま、僕は高くないですね。あの、歌ってて一番気持ちいいところかもしれない。なんかもう体がこう震えるような部分っていうか。終わった。じゃあ、低い方ちょっと聞いても伺ってもいいですか。低い方。みーなーいだと、どんなイメージですか。みーなーい。あ、結構もうだから、囁いてる感じとか、あんま歌い上げると思ってないかもしれないです。それこそアンサンブル、ミセスのアンサンブル時期ぐらいから僕全部座って歌ってるんですよ、レコーディング。だから今回のミッドナイトももちろん座って歌っていて、だからなんか その自宅にいるような感じというか、部屋で歌うような感じで歌ってるから、こう低い部分だったりが割とあんまり意識して歌い上げるというか、リラックスしてできてると思います。座って歌ってるんですか。フレンチも座って歌ってます。フレンチも座って歌ってるんですか。はい、その情報出てますよ、まだ出てないです。初座って歌ってますね、全部見えない、だからないってやってるつもりは全くなくて。なるほど。見えない、もうほんとこんぐらいですね。だからスター遊びは真夜中みたいな。大森さんは角に小指ぶつけたりしますか。ぶつけますよ。それ気になるの、本当に。なんでそんな気になるの。ぶつけるでしょ、だって小指ぶつけるじゃないですか。はい、いやーって思ったら、あ、大森さんも一緒って。いや、すごい。そんなとこまで行ったの、僕は。ついに。大森さんでもぶつけるんだから、私がぶつけても絶対仕方がない、元気出そうと思って。そっか、思いでみんなにすごい勇気をまた与えてくださって。いや、ぶつけますね、全然。さあ、そしてこの質問もめっちゃ良かったです。はい、この大森さんにとって一番難しい、歌う上で、あ、いや、これ作った方がいいけど結構大変だなっていう。これね、もありますよ。青と夏。あ、もうね、あれ本当に難しいですよ。もうダメかなと思いつつ、ミセスの曲もちょっと私上手に歌いたいなと思って、お、青と夏と僕のことをレッスンしてもらおうと思って。最悪。青と夏あるんだ、すごい。やっぱそっか、夏が始まる。